富江は、1987年から、月刊ハロウィン誌や、眠気誌などで、伊藤淳二が発表した、ミステリーホラー漫画、及び、それを原作としたホラー映画、ドラマ作品である。川上富江は、長い黒髪、怪しげな目つき、左目の泣きぼくろが、印象的な、絶世の美貌を持った少女。性格は傲慢で身勝手、自身の美貌を鼻にかけ、言い寄る男たちを、 女王様気取りで下僕のようにあしらう。だが、その魔性とも言える魅力を目にした男たちは皆、見せられてゆく。やがて、富江に恋する男たちは、例外なく、彼女に異常な殺意を抱き始める。ある者は、富江を他の男に渡さず自分が独占したいため、ある者は、富江の傲慢な性格に挑発され、ある者は、富江の存在の恐怖にかられ、彼女を殺害する。 しかし、富江は死なない。何度殺害されても蘇る。体をバラバラに切り刻もうものなら、その肉片一つ一つが再生し、それぞれ死亡前と同じ風貌と人格を備えた、別々の富江となる。たとえ細胞の一個からでも、血液の一滴からでも蘇り、富江は無数に増殖してゆく。そして、その富江たちがそれぞれ、男たちの心を狂わせてゆく。 これは、そんなまの美少女、富江と彼女に関わることによって、人生を誤る男たち、そして彼らを取り巻く、人々の人間模様を描いた物語である。1999年3月6日公開。キャッチコピーは、悪夢は増殖する。富江の恐怖を全面には出さず、失われた記憶の探求部分が強調されている。大英から VHS と DVD が発売された。 物語、泉沢月子は3年前の交通事故以来、記憶障害に遭い、精神科医の細野達子の下で、催眠療法を受けていた。催眠中の月子の口から、富江という言葉が漏れる。そんな細野を、ある刑事が訪れる。彼は月子の元友人、川上富江に関わる、謎の怪事件を追い続けているというのだ。一方、月子の住むアパートに一人の青年が越してくる。 彼が大事そうに抱えるカバンの中身は女の生首。彼が愛おしそうに育てるその首はやがて再生を遂げて一人の美女の姿となる。彼女こそが富江だった。やがて彼女をめぐる男たちが次々に狂気にとらわれてゆく。キャストスタッフ上映時間95分。主題歌2000年2月11日公開。同時上映は渦巻き。キャッチコピーは 愛してくれたら、殺してあげる。原作の、病院編と、地下室をベースとしている。前作のヒットを受けて、全国投影系で公開されたが、興行はかんばしくなかった。大英から VHS と DVD が発売された。物語森田病院。腹が異常に膨れ上がった休館の緊急手術が行われた。腹からは、なんと生首が摘出され、富めと名乗った。 同病院の入院患者、佐藤文人を見舞いに訪れた友人、たけしは院内で全裸の女性に遭遇。助けを求める彼女を家へ連れ帰ったたけしは、その魅力に惑わされて、次第に精神に異常をきたしてゆく。たけしの表現に気づき始めた文人は、たけしが富江なる女性と同居していることを知る。一方、病院では、先の手術の執刀医であった院長、 森田健造が失踪。手術に立ち会った者も次々に辞職しているという。健造の娘、由美は、父の消息を追ううちに、父の手記を入手し、そこに、富江の名を見つける。偶然にも知り合った由美と文人は、互いの父と友人のため、共に、富江の謎を追い始める。キャストスタッフ上映時間95分。主題歌2001年3月24日公開。 原作の滝壺画家、毛髪などをアレンジしている。富江の人物像は全二作と異なり、無邪気さと大人びた部分を合わせ持つ。物語美大生の木又秀夫は、富江をモデルとして、肖像画を描いていたが、富江がその絵を台無しにしたことで、発作的に富江を殺害してしまう。彼は、友人の青山匠、細田俊一の手を借り、 富江の遺体を山中に埋める。翌日、春一は、匠と英雄を合コンに連れて行くが、突然そこに参加予定のない女性の姿が。それは、紛れもなく、死んだはずの富江だった。それから間もなく、錯乱した英雄が自殺。やがて、春一や匠だけでなく、春一の母、智子、そして、匠と同棲している、恋人の瞳までもが、富江によって、 次第に人生を狂わされてゆく。キャストスタッフ上映時間101分。主題歌2002年6月29日公開。タイトルに最終章とあるが、シリーズは完結しておらず、後日の通り作品は継続して制作されている。ロリータとレズビアンをテーマとしており、富江と富江の絡みを強調している。人間関係の描写に注力しているため、 他の作品よりもホラー性は薄くなっている。物語、橋本富江は内気で地味な高校生。10年前に母を亡くして以来、父との二人暮らしもどこかぎこちなく、学校では典型的ないじめられっ子。密かに小説家を夢見る富江は、現実逃避するかのごとく、少女小説をノートに綴る。そんな彼女の元へある日、富江と名乗る美少女が現れる。 富江はなぜか、富江に近づき、富江も奔放な性格の富江に惹かれ、二人は友達となってゆく。やがて富江の家を訪ねる富江を、富江の父、和彦が見て愕然とする。その姿は、紛れもなく、25年前の自分の初恋の相手、富江だった。自分と同い年、しかもすでに死んだはずの富江がなぜ、25年前の姿のままで、ここに やがて富江は今度は和彦に接近。初恋をやり直そうと誘いかける。キャストスタッフ上映時間91分。主題歌2005年4月9日公開。キャッチコピーは悪夢はここから始まった。監督は映画第一作と同じ追い川中。タイトルにビギニングとある通り映画第一作、富江の前日談となっており、第一作、富江で。 富江の肉体を育てていた青年の正体が本作のラストで明らかとなる。物語廃校となったある高校をかつての生徒だった松原玲子と山本健一が訪れ回想を巡らせる。あの日、川上富江と名乗る美少女が二人のいるクラスに転入。男子生徒はあっという間に彼女の魅力に見せられ嫉妬する女子生徒たちは トミエと取り巻きの男たちによる残酷な復讐を受ける。そして彼らのクラスはトミエに支配された。その愛憎のあまり男子生徒の一人がある日、麗子と共に下校中のトミエを襲ってその耳を切り落とす。麗子は見た。切り落とされた耳が生物のように地面を這い回る姿を。そして麗子がトミエの耳の傷の手当てをしようとしたとき、すでに耳は 何事もなかったかのように再生していた。富江とは一体何者なのか。キャストスタッフ上映時間74分。2005年4月16日公開。キャッチコピーは悪夢は終わらない。主要スタッフは富江ビギニングと同一。物語女医のスマカズエはある夜、山中で全裸の美女に遭遇する。その女は自分の勤める診療所の戸賀市所長の娘。 例に売り二つだった。数日前に失踪した例。唯一の違いは、その美女には、左目の下にほくろがあること。逃走した女を追ってカズエが、山中の洋館へたどり着くと、そこには、瀕死の少女、冬木雪子が倒れていた。一年後、雪子は、一切の記憶を失っていたものの、診療所の手当によりすっかり元気を取り戻し、診療所の人気者となっていた。 カズエはユキコを妹のように愛しつつも、一方では、あの山中の謎の女のことを気に病んでいた。そんなカズエをある日、公安庁の捜査官二人が訪ね、富江関連事件を語る。何度殺されても蘇り、挙句には自身の細胞を他人に寄生させて、他人の肉体を乗っ取る魔の美女、富江。その目印は、左目の下のほくろ。するとあの山中の美女は、 富家に乗っ取られた、霊なのか。そして、霊を乗っ取ったオリジナルの富家が、どこかに潜んでいる。キャストスタッフ上映時間72分。2007年11月17日公開。キャッチコピーは、増殖は終わり、破滅が始まる。物語恋人の久子を、目の前で何者かによって殺されたショックで、精神崩壊を起こした、梅原和樹。適切なカウンセリングを受けて、 社会復帰をした後、彼はマネキン工場に就職した。そこで一時は富江という久子と売り二つの女性と出会う。その一方で彼女は富江という自分と同じ名前の女性を探していた。実は彼女たちは新生児の時にオリジナルの富江の細胞を組み込まれたコピー。彼女は自分の肉体維持のためにオリジナルの富江の先決を求めていたのだった。そして、 二人の富江の血をかけた戦いが始まる。キャストスタッフ上映時間86分。2011年5月14日公開。キャッチコピーは恐怖の呪術なぎ。これまでの映像化作品の中では最も原作に近いとの評価もあり、過激な映像表現のために15歳未満は干渉できない R15 指定となった。2011年2月に解禁された横映像は、 15歳未満の観客も視聴可能なように表現を抑えられたにもかかわらず、劇場での上映が限定された。主人公の月子と富江は姉妹という設定で月子役を荒井萌え、富江役を元グラビアアイドルの中村美羽が演じた。その他にも共演には公開当時、AKB48 の多大化など。物語写真部に所属する女子高生、月子は、 友人、吉江と帰宅途中、同じ学校に通う姉、富江が、自身の憧れの先輩と連れ立つところを目撃する。男を誘惑する姉に月子は激しく嫉妬するも、彼女の美しさに陶酔して、カメラでシャッターを切り続けてしまう。その時、富江は建設中のビルから落下してきた鉄骨に、差し抜かれて死亡する。それから一年後、富江の誕生日に、 死んだはずの富江が家に帰ってきて、キャストスタッフその他本作品以前に、井口昇監督作品として、富江 VS エコエコアザラクの企画が進んでおり、2007年3月にはオーディションも行われていたのだが実現しなかった。井口は姉妹を題材とした本作品に対し、同時期に監督していた、デンジンザボーガーでは兄弟を題材としており、 両作品を同じ物語構成上にある、表裏一体の作品であると位置づけている。1999年12月26日に、関西テレビで放映。3話構成のオムニバス。大英から VHS と DVD が発売された。ビデオ &DVD リリース時は、富江アナザフェイスと解題された。キャッチコピーは、この増殖はもう止められない。物語キャストスタッフ。 ありがとうございます。